ウッソモコリンです。本日もカラースプラッシュ続きやっていきましょう。前回で全ての大ペンキスターを集めた後、緑のペンキスターがこの右に行ったと思うんですけど、まあ、ちょっとねその右側が行けない、そしてこの真ん中の虹も登れないということで、それを探すところからなんですけど、結構前のコメントでね、このキノピオエンジニアリングもう一回行くとなんかミニストーリー見れますよっていうコメントあったんで、まずはそっちをね見ていこうかなと思います。確か、工場が潰れなくなったみたいな、そういう話やったかな、ちゃうかな、わからへんけど、行きまーす。工場長元気ですか。あ、胴上げされてんのに怒ってる、なんで嬉しないの。現役復帰おめでとうございます。あ、現役復帰したんや。あれ、なんもないの。なんもないんやけど、なんかミニストーリー見られる言うて来たんですけど、嘘ですか。これがミニストーリー、ストーリーっていうかもう違うんですけど、さて次何するかが全く分かんないんで、ちょっとね一旦ホームに戻ってペンキの話ね聞いてみようと思います。ほんでこの手紙も読んでみようか。もしかしたらなんかルイージがさ手紙送ってきてくれてるかもしらんから、ちょっとそっちを見ていこう。あ、ほらルイージの手紙来てるやん。兄さん、ルイージだよ。いろんなところに隠れている僕を見つけられてるの。さっきの研究所以外に5カ所全て兄さんが行ったことになるところだよ。5カ所探せって言うてんか。え、でも結構見つけたけどね、あと3カ所ぐらいいるってことでしょうかね。さあ、ほんでペンキーの話は、レインボーロードをたどってクッパを倒しに行こう。あれ、レインボーロードたどって行けんの俺。なんかもう行けへん、なんか前行けへんかったけどね。あれ、もしかして今日最終回あれ今日最終回、なんか俺まだ続きそうなさ予感しててんけど、でも行けへんよこれ。いや、もしかしてこのマップから行くんちゃう、彩りタウン、この真ん中の虹から、この真ん中、ここ入るんじゃない、これ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 。え、違う、ほらこうやキュッ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 、え、ちゃうやんどぼれへんやん。嘘、せっかくのレインボーロードなのにツルツル滑って歩けないの。そんな、ここまで苦労してやっと道ができたのに、なんだよこれ。もうそこでルイージじゃないか。あ、出た、ルイージ。おうおうおお、あ、すごいすごいすごい、ドリフト決めて、もう隠れんのやめたんか。ルイージー、なんかルイージ正面から見たら気色悪いんやけど、もう横向いとけって。兄さん、どうだいこのカート。なぜか突然空から緑のペンギンが降ってきて、こいつの色抜けを直してくれたんだ。あ、これのことやったんか。なんかルイージ編のストーリーやるかとちょっと期待したのに。さあ、レインボーロード飛ばしてピーチ姫を助けに行こう。ほら、乗った乗った。いや、マジか、今回が最終回の可能性あるな。まあ、ワンチャン次回かもしらんけど、行きましょう。てれてれてれ、よし、それじゃ行くよ、レッツゴー。あー、すごい、行け。え、なんかレース始まった、ゴー。おお、おおおおおお、すごい。あら、雲の上まで来ちゃったよ俺たち、すごいね。なるほど兄さん、今までそんなことがあったんだ。泉に集まった6つの大ペンキスターが開いてくれた道、それがこのレインボーロードなんだね。ということはこの先にピーチ姫が、そして今回の悪事を起こした張本に黒いクッパがいるってことだよね。そうだね、黒いクッパがいるかもしんない。あ、どこに何かが見えてきたよ。うわー、あんなとこ浮いてんねんや、すごいな。なんだろうあれは、こんな雲の上の遥か上空に巨大な岩が浮いてる。レインボーロードはあそこまで続いてるね。なんだか不気味で怖いけど。兄ちゃんとペンギー君もここまでいろんな苦労を乗り越えて頑張ってきたんだよね。ルイージが喋ってたんか、おてっきりペンギー喋ってると思ってたわ。その兄ちゃんたちを無事にあそこまで届けるのが僕の使命だ。それじゃ行くよ、ぶっ飛ばせルイージ、レッツゴー。
いやもうついに最後のステージ来ちゃったよ。なんか色抜けしてんのかしてんのかようわからん色合いやな。黒コンパ城で。おい、ナイス。それにしても恐ろしい城だな。兄さん、ペンキー君、どうかくれぐれも気をつけてね。僕はここで待ってるよ。オッケー。お前はしっかり留守番頼んだぞ。安全運転ありがとう、ルイージ。君のおかげでここまで来れた。助かったよ。さあ、着いたよ。この中にピーチ姫と黒いクッパが。さあ、マリオ、いよいよクルクッパ城に乗り込むぞ。いやー、マジか、最後か。こっから多分ね、もうコメディ要素ゼロだと思うんで、皆さんも心して、その、まともなストーリーを、はい、耳かっぽじって聞いてください。お願いします。うわあ、なんかピーチの型抜きみたいなやつある。ピーチ姫、ピーチ姫ではないやろ。ピーチ姫ではない。え、あれが、あれ色抜けされてんの。なるほど。いや、でもさすがに直せへんでしょ、これは。土管がありの。お、あ、押してくるやん。ええー、俺も押した。何それ。あ、牢屋か。また閉じ込められたんか、俺。落とし穴か。色抜けしたピーチ姫を鳥に使うなんて、卑怯な真似を。それで落とされたここはどこなんだ？なんかまだ牢屋っぽいけど。どっから？あ、7人衆の最後や。ロイ。ここでバトルすることになるのか。あ、ね、楽しそう。どれが兵法かな？どれが兵法かな？吸っちゃうぞ。明らかに右のやつがでかいです。明らかに右のやつがでかいです。兵法じゃありません、あいつは。あ、なんかやめて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 、いろんなとこから吸うのは。え、何？あ、吸うだけ吸うでどっか行きよってんけど、あいつなんやねん。ぬふふ、ようマリオ、勉強全部もらったぜ。そんでほら、せっかくだからよ、ここどれ出して遊んでいきなよ。今流行りのペンキ遊びで一応盛り上がろうぜ。お、なんや、一人帰ってきたぞ。おっと、ペンキ遊びにそんなヤバなもん持っちゃいけねえな。何？え？もう回復できひんねんけど。勘弁してくださいよ。マジか、ここでバトルになんの。うわ、杖大砲なんだ。ほら、あさっきお前からもらったペンキはあそこにあるぜ。今から返してるからしっかり受け取れよ。お、今から返してくれるって。でもね、一応すでに色がついてるカードとかは攻撃できると思うから、まあ、ちょっとな2パターンやって、あ、でもジャンプやりたいな。ハンマーとジャンプの両方試したい。はい、まあ、片方はね色つけられないんですけど、これでいきましょう。さあ、食らうか。あ、食らうね、普通に食らうわ。ってことあれかな、ちゃんと色塗ったカードを持ってこいよっていう話なんかな。あ、なんか入った。ほら、元のお前のペンキだぜ。返してるから余計じゃねえぞ。なるほど。いや、が、お、マリオはとってもせっかちだ。え、どういうこと？え、赤色になったからせっかちってこと？なんかマリオ張り切ってんねんけど。何これ。とりあえず赤色のペンキで攻撃できるカードを使った方がいいと思うから。いや、そんなことないな、あんま関係ないわ。さあ、行きましょう。お、はい、早いめっちゃ早いんやけど。はい、いや、難しい。なるほど、色によって効果が違うのか。ほいや、ほい。黄色も回復。マリオはもじもじ恥ずかしくて色が塗られたカードしか使えない。あ、そうなん。オレンジは恥ずかしい系な。なるほど、じゃあここで色付きのやつ買っといた方がよかったなってなんのか。色付きの攻撃がね、ほとんどないわ俺。まあ、できる限りのことはしましょう。うわ、なんかマリオもじもじしてる。そこは隠さんといてほしいな、男の子なんだからやめてほしい。うれ、よいしょ。こいつもなんか必須カードいんのかな。なんか特になんもなかったけどさ。よいしょ。
叩けるだけ叩け。とりあえず半分削るとこまでいかんと真偽がわからんから、よいしょ、最速で削りたい。危なっ。次のペンキなんやろ、あれ。そこも見たいな。いい、よいしょ、なかなか減らんな。次は紫、紫毒状態とかになるのかな。 OK、 青きた。動くと痛そうだ。動きたくねー、動きたくないが動くしかないということで、ドデカジャンプ、デカアイアンとキノコとかにしようかな。うん、で毒のダメージがどんだけあるか分からへんから、よいしょ、一番最後にキノコ持ってきました。まあさすがに132は削られへんでしょうということで、よいしょよいしょよいしょ。いや、ドデカ強いな。ほら、ドデカめっちゃ削ってくれるわ。多分アイアンより強いんじゃないかな。あ、でもアイアンと一緒ぐらいか。うん、一緒ぐらいな気がすんな。ういうい、よいしょ。いやー、耐久値高いな。よし、これで100回復して、まあちょうどいい感じか。ナイス。え、なんか違うなんか直接攻撃してきた。やめてや、インク回復させてや。待てよ、ファイヤーフラワー、いやファイヤーフラワーあかんか、ちょっときついな。ドデカピコピコハンマーとかいきましょうか。ドデカピコピコハンマー使って、もうここでインクがちょっともうないんで、ちょっとインクの回復を待ちましょう。これでいきます。はい、はい、よいしょよいしょ。ここどうだ。あー、でもまだか。はい、いやー、これは長期戦になりそうやな。さあ、青色は何が出る。ほい、黄色ないのよな。青いカードしか使えないめっちゃ落ち込んでる。超ブルーやん、お前どうしたん、大丈夫。でもパウとかデカアイアンか、デカアイアンやったら踏めるな。これ濡れんのかな。いや、デカアイアン足りひんわ。ちょ、これカードもったいないから、ラッキースロット使うわ。ラッキースロットだったら、これすでに色ついてるから、これなら攻撃できるんじゃね。はい、靴2回が手に入りましたが、あ、使えへん靴2回使えへん、なんてこった。ちょ、待ってよ。じゃあ、このターンは、ちょっと消化するわ、パウで。やっぱ色塗らないと威力低いからもったいないな。 OK、 次は緑、初めてやな。はい、なんや、やる気がない。言うてる場合か、お前やる気出せ。ほな、これ攻撃できんのか。ワンチャン攻撃できん可能性あるから、普通の靴にしとくわ。いけるか、マリオ。遅いそういうことか、攻撃はできるっぽいな。よいしょ、いい、5回目、よいしょ遅っ。いや、でも早いよりはやりやすいけど、うん、マシやけど。 OK、 よいしょ。んで次は黄色。さあ、そろそろインクが結構いい感じよ。あ、楽しそう。マリオは陽気に踊っているので、青いカードを使いたくない。青いカードってそんな、陰気なカードな、これ。青いカードってそういう役割やったから。意識したことなかったけど。まあ、ハンマーと靴が両方使えるんで、まあまあ、自由に攻撃しましょうか。ワンチャンこのターンで、よいしょ。相手の第2段階が見れるんじゃないかな。おい。おい、チャカチャカチャッチャッチャカチャカチャッチャッチャカチャカチャッチャッチャー、よいしょ、オッケーオッケー、削っていけ、いいぞ。おい、まだ削れるか。なんかもう削れてない気すんねんけど、ほら、もう削れてなくね。よいしょ、もうそろそろちゃうか。え、まだ、え、まだやねんけどいつまでやらなあかんのこれ。
削り切らなあかんの？割ときつい気すんねんけど、そんなん。よいしょ。やべえ、インクもカードもね。まず100回復、まあ、体力的には問題ないな。これ減ってんの？牙を目安にしてるんですけど、あ、減ってるな。減ってるわ。多分これカード足りひんぞ俺。必殺技使わなあかんかな。必殺モノカード。あ、お、来たね。ちまちま返してんのもなんだかめんどくせえな。おいお前ら全部まとめて持ってこい。ようさん出てきた。おーおーおー、待てよ、これ何がいる？金槌、金槌か笛かなって思うんやけど。おいおい、そんなにいろんなペンキを混ぜたら黒ペンキになっちゃうぞ。あ、そうか、そうやな。どうだ？そうそう、ほらいい感じに混ざったんじゃねえの？ぬふふふ。ほれマリオ一気に返してやるぜ、受け取んな。え、反撃するあれがないんやけど。おお、はい。めっちゃおどろおどろしい雰囲気になってる。ちょっと待てよ、これはなんかせなあかんな、さすがに。金槌とか縦笛ぐらいしかこれ今ないんですけど。でもね、物手に入れてないモノカードがあと1枚だけあんのよ。だからワンチャンそれかなって思うんやけど。え、でも俺色塗れへんねんけど、これモノカード。これ塗らんでもええの？とりあえず2枚使うけど、これこんな中途半端でいいの？どっちかであってほしい。でも笛もなんか違う気すんのよな。ほらおらへんやもう。うん、吹いてる場合ちゃうで、吹いてる場合ちゃうよ。あ、でもこの竜巻で吹っ飛ばす的な、違う、違うか。うん、違うわ。金槌は？あ、ちゃうわ。誰もおらん。誰もおらん。ドゥ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 。もう手詰まりや俺。手詰まりです、私。何も見えないのか。虫眼鏡でもなさそうやしな。で俺金もないのよな。モノカードも絞れないという非常にまずい事態なんですが、まあ、ちょっと逃げさせてもらいましょうか。さらば。いや、なんでやねん。ほい、いった、60。ここ死んだ方がいいかな。これ死なへんかったらあれなんよ、カードが全部なくなっちゃうから。そうなると俺コインないからさ、カード買えへんのよ。だからここ一回死ぬわ。おいおい、見上げたしぶとさだな、大したやつだぜ。今までのことは水で洗い流したみたいに。水で洗い流した、なんか水のアイテムあんのか。お茶か、あのお茶のティーポットみたいな。違う？でもティーポットはね、水で流すというよりかはって感じやから。いや、もう一個のハテナか、ハテナかな。戻しに聞きに行くか。いやー、縦笛とハンマー持ってるからさ、普通に行けるかなと思ってんけど、無理そうやったな。お願いします。不甲斐ないですけど。渦巻く海面の底。あー、洗濯機か。洗濯機や。あ、ということは俺もう買えるな。買えるけど金ないな。なんてこった。買えるけど金がねえ。洗濯機300コインということでね、はい、足りないですね。でもこんな最後でこんな金ないやつおんの？なんで26コインしかないの俺。不思議でしゃあないよ。さあ、というわけで金がないんで、今回じゃんけん新人をやって、まあ、金稼いで終わろうかなと思うんですけど、まあ、第8とか行きたいよな。これは？これ第7か。第8どこや？左下か？うーん、まだ早走ってくれ、マリオ。早走ってくれ。これは？これ第8や。
まあここが一番コインのねあれがいいと思うんで。第8弾検診でん、まあこっちを行きましょうかと。じゃんけん、それは男と男のじゃんけんである。いやはい、これヒント見るべきかな俺。ヒント見た方がいい？なんか見ひん方が面白いかなと思うんやけど。あ？出す手が分かりません？何言ってんだお前こら。何やないのお前こら。なんでや。しっかせんかい。よっしゃ、行くしかねえ。そんな実力で勝ったら、今までやってきたようにな。俺は実力でこのじゃんけんの頂点をつかみ取る。第8で。厳しい戦いをくぐり抜けてきた精鋭たちが集いしこの聖域。すまん、まだ第3ぐらいまでしかやっとらん。すまんな。スーパーじゃんけんでポン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 。さあどんな敵が出てくるんでしょうか。じゃんけんファン大注目のミスターマンマリア、マリオ。音割りしてそうで怖いんですが、ギラギラボディは伊達じゃない。ヘイホーシルバー。おお、なんかレアキャラが出てきたな。でもさすがにこいつは俺側のヒントを出すキノピオやとしたら、あの鋼鉄の見た目で髪はありえないですよねとか言いたいから、あいつは絶対グーやわ。グーかパーやと思います。なので私はパーを出します。なんでやねん。え1000コインなんやけど。裏口入場もできひんなってもうた俺。どうしよう、何もできひん。第7とか行くか。第7やったらヒント聞けるかな。さすがにここは第1回戦第2回戦を買っておかないと何もできひんわ。まずいまずい。じゃんけん、それは男と男のじゃんけんである。1回戦の相手は見た目で決めちゃダメなんです。でも決まったパターンが好きみたい。まあ見た目で分かりやすい形してんのかな。2回戦の相手は見た目と違ってびっくりさせられます。でも力むと次は硬くなるんですなんかちょっとエロいなその言い方ちょっとエロい。だからアイコになった次のターンはグーになるってことかな。傷つき疲れ果てても戦士たちはなぜ幾度となく立ち上がるのか。それはじゃんけんが私たちを呼んでいるからだ。火花を散らす死闘は続く。このじゃんけん神殿で。この歌い文句がなんか毎回面白いな。凝ってはるわ。さあ1回戦は確か見た目に騙されるな的な感じやったと思うんで、見た目に惑わされると痛い目見るぞ。ちびくり棒。へえ、そんなこんな、どうしようっていうの。え、クリボーやからグー。え、俺クリボーってさ、グーのイメージなんやけど、それ惑わされるなってことはパーが出てくると思うから、チョキでいこうか。そういうことじゃないの。なんで。私はチョキ連打でいきます。まあ、チョキかパーでしょう。オッケー、ナイス読み。これだいぶもらえるんじゃない。 800 1回で800、めちゃめちゃもらえるやん。やったやった。ババンババンババン。2回戦なんやだっけ。群れてなくても眼光鋭いチビメット。あ、なんかチビまみれや。確かこいつは2回戦がグーで、1回目がよくわからんてみたいな。え、違う。え、わからへん俺。何出したらいい。何出したら負けへん。逆にパーとか出しとく。なんかチョキ出してきそうやねんな。え、どうなんやろ、わからへん。もうなんでよ。さてまあ一応コインは集まったんで、最後選択機だけ絞って今日は終わろうかなと思います。俺さ、
豚の貯金箱俺まだ戦闘とかで使ってない気すんねん。これワンチャン最後ボスで使わへんかな。一応買っといていい？もしかしたら使うかもしらん。これだけ唯一ね使ってないのよ。他は一通り見た感じなんかステージとかで使ってた気するから、ワンチャンこれ使うかもしらん。持っとくわ。さあ、というわけで今回はこの辺で終了にしたいと思います。俺の予想ではね、まあ、ロイ倒して、まあ、ちょっとダンジョン進んでクッパ戦して終わりっていう感じなんで、あと2パートぐらいで終わるんじゃないかなと予想しております。それではまた次回ラストスパート向けて頑張りましょう。お疲れ様です。